ダダーン、 N 子だよ。今週も始まりました、ザ・ N 子ショー。もう金曜日ですよ。一週間って早いですよね。一週間を乗り切るために、私はちょっとずつ平日の仕事の後にポケモンスナップを最近遊んでます。いろんなポケモンたちの可愛い姿をカシャカシャ撮ってるとすごく癒されて、一週間があっという間に終わってしまいます。なので皆さんもゲームをして一週間を一緒に乗り切りましょう。それでは今週もザ・ N 子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだおすすめ作品をご紹介。今週のテーマはこちら、気持ちよく寝よう、眠る前にぴったりなおすすめアニメ。生活リズムを崩して夜に眠れなくなってしまったあなたや、考え事が多くてなかなか寝つけなくなってしまったあなたのために、今回は見ることでリラックスができたり自然と眠りにつくことができるようなアニメをピックアップしました。それでは早速行きましょう。まずはこちら、リラックマとカオルさん。真面目な性格のカオルさんとのんびりした日常を過ごすリラックマたちとの生活を描いた、優しくて心が温かくなるこちらの作品。カオルさんに親近感を抱きながら、可愛いリラックマたちに癒されて眠りについちゃうんですよね。カオルさんみたいに気持ちがどんよりすることにも共感しつつ、要所要所に出てくるリラックマたちの可愛さに、明日も頑張ろうって気持ちで眠りにつくことができます。癒されたまま眠りにつきたい時におすすめです。次はこちら、働く細胞。人を構成するおよそ37兆個の細胞が日々体のために働く姿を描いた細胞擬人化作品。各話ごとに違うテーマだったり時系列があまり関係ないアニメなので、寝る前にサクッと見れるスタイルなのもおすすめの理由です。それにアニメを見ながら体のいろんなことを知ることができて、なんだか得した気持ちになれます。寝る前に本を読む感覚でこの作品を見て、学びながらアニメを楽しんでいたらいつの間にか眠っているという、ゆったりとした気持ちで眠りたい時におすすめです。最後はこちら、夏目友人帳。祖母の遺産友人帳を受け継ぎ、妖怪たちに名を返しながら大切なものを守るため、にゃんこ先生と共に日々奮闘するこちらの作品。にゃんこ先生の可愛さだけではなく、妖怪の深い話だったり夏目の周りの人たちとの関係に感動したりと、とにかく癒し要素が多くて眠る前に心を穏やかにしてくれます。夏目友人帳はペース感がゆっくりめなので、気づいたら寝落ちすることもしばしば。爽やかな雰囲気の世界観と1話完結型のハートフルなエピソードの連続で心が浄化されて眠りにつくことができるので、とてもおすすめです。もし夢が叶うなら、まだら状態のにゃんこ先生に抱きつきながらぐっすり眠ってみたいなって思います。今日ご紹介した作品、どれも寝る前に見ると気持ちよく眠ることができるので、最近眠れないなという方はぜひ見てください。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N 子の独り言。このコーナーは特にテーマを決めず、私が思ったことをお話しする超気軽なコーナーです。ウィークリーフェイバリットのテーマが寝る前に見たい作品だったので、今日は私が普段寝る前にやっていることを皆さんにお話ししていきたいと思います。だいたいアニメを見るか、ゲームをするか、 YouTube を見るか、あと最近はちょっとなんかジムに行くようになったので、で私が通ってるジムが24時間営業なので、深夜1時とかに行くとなんか誰もいないので、もう一人でこうやって筋トレして、でネットフリックスでダウンロードしたコンテンツを見ながらなんかウォーキングしたりとか、エアロバイク漕いだりとか
して、帰ってお風呂に入って寝る準備をして、ベッドの中に入ったらまた携帯をちょっといじって、本当は寝る前のスマホとかダメなんですけど、やっぱり皆さん見ちゃいますよね、スマホ。あ、質のいい睡眠といえば、私はベッドを今まで普通のシングルサイズだったのをクイーンサイズを買ったんですなのでもう部屋のほぼ全てがベッドこうやって寝れます。なのでもう自由自在にこうやって動き回って寝てます。なので皆さんも質のいい睡眠をどんどん追求しつつ、自己責任で夜更かしをしてアニメを見てください以上、N子の独り言でした。 N子に質問コーナー、今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。 Did you see One Piece?、One Piece はもちろん見たことはあります。なんですけど、まあ、すごい長い作品なので全ては追い切れてないですね、正直。まあ、ワンピース超詳しいって言われたらそうじゃないかなって思います。なのでどんどん学んでいきたいと思います。 Would you consider gaming a Netflix watch along or a segment showing a clip of your favorite parts and anime? N-ko? もちろん検討してます。今後はもっと皆さんとライブで楽しめる特別企画をやっていきたいなと思っています。 N 子ちゃん、 Who is your top waifu and husbando from the animes you've seen? 夫ってもう言うのもおこがましいぐらい、なんか神的な存在の、男性のアニメキャラを答えるとすれば、もののけ姫のアシタカです。アシタカ様って呼んでます。 The wife、美少女戦士セーラームーンスーパーズのセイヤコウ、またの名をセーラースターファイターが好きです。元は女性で地球に来ている時は男性。 N 子、 Are you a fellow gamer? What's your favorite type of game? そうですね、ゲーマーですね。一番好きなゲームは動物の森とか、自由な空間でなるべく誰でも簡単に次に進めるようなゲームだと、いっぱいやりたくなっちゃいます。あとは短期集中型って言いますか、マリオパーティーとか大乱闘スマッシュブラザーズとかだと、もう短期集中型のゲームなので、そういうのとかは得意です。質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問をお待ちしてます。以上、 N 子に質問コーナーでした。ザ・ N 子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。今日は質のいい睡眠についてたくさんお話ししたので、私も自分の睡眠の質を高めるような工夫をどんどんしていきたいと思いました。お布団に入ったら携帯をいじるのをやめたいと思います。それでは次回もお会いしましょう。またねー。